ひみカレーは、富山県ヒミ市で提供、販売されている、煮干しを使った、ご当地カレーである。ひみカレーの一例2008年5月16日夜に、放送された、TBS 系情報番組、ランキングの楽園において、大食いクイーンギャルソネが全国47都道府県の、ご当地、レトルトカレーを全食した際、ヒミ牛カレーを一番に選んだことが、きっかけとなり、 秘密商工会議所がカレーによる町おこしを提唱。2008年12月4日、賛同した市内の飲食店が秘密カレー学会を結成した。2016年4月現在17店舗が加盟。シェフヒロシの愛称で親しまれ、秘密市内でレストランブルーキッチンを営む土井クが会長を務めていたが、現在では谷内義成が会長の座についている。 2011年春から、ひみカレーを応援する有志が集まり、ひみカレー部を発足。前店の制覇を目指し、毎月部員たちが集まり、カレーを食べ歩く部活動を行っている。また、ひみ市の姉妹都市でもある、長野県大町市で開催された、カレーイベントに参加したり、同じく市内で収穫される、柿谷のリンゴやクルミのミニトマトを利用した、 レトルト牛すじカレーを発売したりと、氷見市のご当地グルメとしての役割も果たしている。このレトルトカレーは、氷見市のふるさと納税の返礼品にもなっている。日清食品のカップヌードル氷見カレービッグが、八村類が進める B 級グルメとして2021年7月12日より発売。氷見カレーの定義は、氷見さんの煮干しを利用すること一点のみである。そのため、 具材もヒミ牛を利用するものもあれば、魚介類を利用するものもあるなど、幅が広い。さらに、カレーライス以外にもカレーうどんや、カレーラーメン、さらにカレーハンバーグや、カレーパエリア、カレーパスタなど、店舗によって、多様なヒミカレーが提供されている。なお、ほとんどの店舗は、ヒミ市内に所在しているが、同じくご当地ものである、ヒミうどんを提供していることから、 隣接する高岡市の秘密ん味の屋にもメニューとして入っている。後に煮干しに加え、特産であるブリの骨と新鮮な小魚を下処理し、ブリアベース風にしたカレー、ブリアベースが登場し、市内7店舗で提供されている。NBA プレイヤーで富山県出身の八村類と日清食品のカップヌードルがコラボして、富山県秘密カレー味が発売された。 ありがとうございます。